で暑かったので、10月に入ってもう1週間経とうとして、10月7日、もう3連休ね、7、8、9、まあ、しばらく菜園を中心にやってきてまして、まあ、今までね、まあ、雑貨をやっとったんでね、アトリムコレクションというで、まあ、金本広場ということで、まあ、ずっとね継続はしていくんですけども、まあ、こんな感じで、ずっと今まで、はい、ブーちゃんプーコちゃんやったからずっと何年も前から看板、娘じゃないな、看板豚まだ健在なんやけどね、まあ、ええ年になっとった思うわ、ブーコちゃんね、でここが入り口で、いつもね、こっちの勝手口の方から、出るやっとんやけど、まあ、店側は、まあ、こっちから、入るいう感じ でちょっとまあ出られへんようになっとって、でここちょっとまあ植物を置いたりして、こういうね、なんかウォーターマッシュルームの中に、メダカが結構懐いとんやね、これ。餌くれる思って、全然怖がらへん。5匹ぐらいおったんやけどね、やっぱり弱い子は、なんかこう向こうの方に行ってしまって、今3匹だけになっとんやけどね、まあどの子もまあ元気です。これがウォーターマッシュルーム、これ結構かわいいね、宿根のトレニアかな、ダラーっと垂れてくれるやつ、はい、こんな感じでね、いろいろまあちょっとずつ下草系なんかをね、置いたりしていこうかなというふうに、思っています。こうシダとか、これこの間書いたやつね、帰りに、これを見て、帰れるみたいな、また来てねみたいな、ね、はい、いうことで、ここから、スタートということに、なります。まあだらーっと長いね、ポトス、もうここまで長かったらね、ここ全部ハサミで切ってね、継ぎ刺していったらね、増やしていくことできるんやけどね、こういうルーバーみたいなやつ、まあ一個一個手書きやったりね、はい、やったり やってました、やってましたよか、これからもねやっていこうかなというふうに思ってますけど、結構まあガーデン雑貨みたいなやつが、中心で、そこにまあグリーンがあったりなんかしてます。まあ自分で作るものと、自分で描いたものと、それから、仕入れできたものと、いろいろ混ざってますけど、まあそういうのはこれなんかもね、ガーデンオープンっていうやつ、こういうのを作ったりとか、まあ買ったこれちょっと葉っぱポロッと落ちたら風で、こういうまあワンコと組み合わせてみたりとか、こういうなんかメニューピックみたいな、今回はねこれオープン記念いうことで、まあ、格安で、これセットで、こう、好きなやつくっつけてもらうとか、いうふうにしてます。込み込みでやっていこうかな、いうふうに思っています。まあ、値段のついてないやつは値段ついてるやつは売ってないっていうことになるんですが、あともう最後が戻ったらね、こうやってゴーヤーが取れるんよ、これ。何本にしようかな、みたいな。もう100円でいいや、みたいな系統ね。もうまとめて100円、みたいな感じで。こういう、なんか窓枠とかにこう字書いたりするのが好きでね、こんなん作ってみたりとか。ね、こんなん、書いてみたりとか。こんなん書いてみたりとか、いう感じです。まあなんかね、創作意欲が湧いてきて、これぷくっとこうなっとうのはね、これ布団のシーツやったんやけど、布団のシーツでもともとシワになったところが単調ずるみたいに見えたりしとうから、それをそのまま筆で、色をつけていったらこうなりました。これもドアなんやけど、本当はここドアないとこなんやけど、ドアがついてるみたいな、感じです。ずっとね、これこの前紹介させてもらった、レックスベゴニアやったかな、これ、こんなに大きく育ってくれてます。徐々にね、季節がようになってきたら暑い時って結構しんどそうやったけどね、だからまあこんな感じで、増やしつつ、結構ね、結構ね、後ろ向いたらなんかひっくり返るぐらいに物をね、ずっとこう、これなんかも手作りなんですけどね、これもあれ、よいしょ、これもこういう植物なんかにこう、ここにこうキュッとこうキュッとこうサルサルするやつね、こんなん作ったりとか、これなんかもこういうの、こういうとこにキュッと刺したりなんですね、こういうような感じです。だからまあこれもキノコ、これも手作りです。こういうね、手作り商品を作りながらガーデニングの仕事をさせていただいて、まあ、いろんなことを、まあ、生き延びてきました。はい。
一応まあここ入ったところはこういう風に、仕上げてみました。はい、植物ね。まあ結構今季節がいいから植物も健康でいてくれるんですが、あとまあスピリチュアル的な、うん、このやつね、サンキャッチャー結構ね、これのサンキャッチャーの教室なんかもやったりしとったんですけどね、うん、だからまあワークショップありの、雑貨販売ありのみたいな感じです。この前書いた、うん、これねパネル、うん、一応こうあの窓枠でこういうのを作ったりするのが結構好きなんで、そんな商品も割とあります。で、あとは、布小物ね。うん。布小物とか、まあ、手作り、ポーチとかそういうのは、嫁さんが全部、まあ、手作りね、してるタイプのものが並んでるっていう感じですかね。うん。はい、こんな感じですね。うん。こういうのも作るの好きでね、うん。こんなも手作りやってます。あとはこういうね、小物雑貨っていうのはもう入れてきた商品ってことになりますが、あとはこう、はい、ワイフが作ったこういうね、ハンドフック、うん、今からちょっと長袖になるから結構ね、袖口が、水濡れしないようにギュッとこう引っ張られるものとかで、まあこういうね、アレンジ関係、うん、とこういう重機関係ね、うん、なんかの販売も、あとはまあ、おしゃれ雑貨、うん、みたいな、こういう板にね、うん、こういうのを、これはまあ、布、うん、ポーセラーツじゃなくて、布をね、板に貼り付けたような感じのものです。うん、まあ、おしゃれ雑貨。はい。あと、これは、ゆらゆら、うん、させる、うん、フラワーウィンドという名前つけてるんですけどね。これ、実際に植物入れても可愛いんですが、こうやって造花を入れて飾ってみるのもいいかもしれません。はい。あとこっちの方がね、テラスになってます。はい、いい風が入ってきてね、まあ冬ちょっと肌寒くなったらもうここにはちょっと出にくいかなと思うんですが、季節のいい時は、はい、外にね、出て、今ちょっと植物置いてますが、そこに座ってね、うん、のんびりするのも好きです。うん、まあいろんなね、植物を育てながら、うん、こっちに行くとちょっとまあ和風的な雰囲気に、なってます。はい、あとこういうバードゲージ、うん、こういうものを並んでたり、あと多肉とかね、サボテン系も結構好きなんで、そういうのも置いたりしています。はい、こういうね、アロエの系統あとはまあこういうカンカン、うん、植物を入れる、うん、こういうのも全部手作りでやってます。これね、うん、なんかただのコーヒー豆が入ってたやつなんですが、真ん中の黒いところにその植物の名前を、白いマーカーで書いたりね、してこれ KP キミポの KP51 とかってね書いて、これ51歳のところに書いたかな今から数年前、1966年生まれみたいな、うん、そういうまあ印です。いろんな色をね、グリーンとかいろいろ作ってたんだけど、まあ売れたりしたりしてなくなってるのもあります。ずっとまあそういう感じでね、外の方に、行きましょうか。また戻って、うん、はい、まあだいたいね、天井から、下から、うん、いろんなところを見渡して楽しんでいただけるような感じにはしてます。あ、そうこれなんかも結構いろいろ書いたりしたんやけどね、うん、またこれも寒くなったらね、畑作業がないんで、こういうのをストーブの中でストーブの中でストーブの横で書いていこうかなというふうに思ってます。はい、こういうのはね、書いたりするのもあるんやけど、こうやって入れてきたのもあります。あとこれもナチュラルバードみたいなね、うん、これ、うん、こんな感じ、プラーンとこうゆーらゆーらみたいなはい、一通りね、まあご覧いただいて、店の雰囲気、店内っていうのが、まあ、こんな感じになってます。はい、この子らはね、卵からずっと卵じゃないな生まれてからずっと、これ卵虫言うたらね、
最初こんな色してない抹茶色、うん、ちっちゃいメダカの時に買ってきたんやけど、なかなかね、育てるのは難しくって、うん、死んでしまって聞いたんやけど、ここまで大きくなってくれてます。うん、全然こんなも色がね、わからへん。オレンジの子がいて、で、真っ白の子がいたんやけど、やっぱりね、生きにくい。アルビノ系って難しいね。うん、この子も白いんやけど、一応元気で大きくなってくれてるんやけど、まあ、どうなるかわからへん。一番オレンジが、なんか、元気みたいな感じだね。うん。ちょっとカメラ向けとか、ちょっと怖がってるから、向こうに行ってる、逃げてるっていうか。ほんまはコン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 とコンコンとして上上がってくるんだけど、あのメダカぐらいかな、慣れてるやつって。うん。こっちはね、これはここでの卵で、育ってくれた子、このメダカね。うん。だから結構ね、卵から帰って、うん、この冬生きてくれるかなっていう感じだけどね。親の方はね、ちょっと警戒心が強いから、なんか向こうの方に隠れてるかもわからない。はい、これが、スイカペペだよね。これ差し込んでもうね声出てるみたいな感じです。こんなライトでね、うん、案外根っこ出てきてくれるんで結構楽しいです。うん、はい、いうことでね、一応は土足禁止の店は、今まで通りです。はい、一回上がって靴を脱いでスリッパで履いていただくようなしつらいに、させていただいてます。はい、いうことでね、店内の方、はい、入ってご覧いただきました。はい、そんな感じです。以上です。自然の暮らし、キミポン広場。はい、キミポン広場のキミポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。いうことでね、今日は広場の外ばっかりの、動画が多かったんですが、今回から、10月に入って以前にね、ちょっとお話しさせていただいたと思うんですが、雑貨、グリーン雑貨の営業の方をまた新たに開始をさせていただいてます。で、2年ちょうど、その、奇病が流行ったでしょ ?5、6、7。の、あれをきっかけぐらいかな。うん。一回、まあ、マスク生活になった時ぐらいに、一回お店の方を、閉店させていただいたのと、それとまあ、理由が二つ、うん、ありましてね。で、嫁さんの方がちょっとまあ、体を調子を崩したのも、二つ目の内容、理由になります。今までまあ、ここを、買い上げをして、店舗をして、2016年やから、もう6年もなるよね、ここに、出店でやってみて。うん、だから2拠点生活みたいな感じで、家の方、自宅の方と、ここの場所と、だいたいまあ、徒歩、5分ぐらいの距離圏になってるんやけど、まあ、チャリ、徒歩、まあ、どっちでも行けるんやけどね。うん、だからまあここをベースにまあいろんな活動拠点として50代からのスタートということで、ずっと昔の動画の中で畑にしていく状態とか、ペンキで壁を塗ったりとか、うん、いろんなものづくりをすることが結構まあ好きやったんでね。それをまあガーデニング業と、それから手作り雑貨、ハンドメイド雑貨を含めたのを2004年、うん、からずっとまあ店舗をね、借りた店舗でやってきて、2016年から、自分のマイショップでワークショップ、手作り教室とかそういうの含めてやってきました。うん、まあここに来てまあ50過ぎた人間調子が悪くなるもんでね。うん、で先般のこの安心っていうね、安心っていう雑誌って、ここで表紙の見出しで最高血圧270/140までで、スタマリンでね、元気になりましたというね、雑誌にこれね、載せて、いただきました。お買い上げいただいている方も、ご存知の方もあると思うんですが、うん、結構まあ食生活がかなり、重要になりますね。年とともに若い時はね、もうそれを、まあ、跳ね返す体力もあるんやけど、なかなかそういうことには至りませんでして、ちょっとまあ体調崩して、まあそれまでは、動画の中でもどこかに、ドライブに行ったりとかね、うん、一緒にまあ食事に出かけたりいうとこあったんですが、2年ぐらい前に、お気づきの方もよく、おっしゃっていただいてて、うん、奥様は最近出られてませんねとかにね言われたりしてたんですが、まあ調子を崩してから少しずつ、良くなってきて、でそこに合わせてもう一回、再スタートをしてみようかなということで、この秋、10月から、まあ、まだ週末営業ということで、土日のみのね、営業ということに、させ
せていただきます。それでまあ時間の方は 今までと同じで、13時1時から午後6時ということでね、半日営業みたいな感じなんですが、まだこちらの方にね、出向いて、いただけたらなというふうに思っています。まあ、今日はね、そういう、ショップツアーみたいなね動画を撮らせていただきました。また、実際にお会いできる日を楽しみ心待ちにしておりますのでね、ぜひお出かけください。最後まで今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル